や、バンはね、思ってる以上にダメージあるよ。 YouTube の時は動画バンされたらマジでパソコンからサイレンが鳴る。ベーン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 。いや本当に最初ウイルス入ったんかなって思うぐらい。最初サイレン鳴って真っ赤な画面になって、 YouTube であなたの何々がバンされました、了解しましたか、はいみたいな感じなんで、はいのボタンしかないのよ。で、だいたいね、Google Chrome とかはさ、右上にさ、×ボタンあるやん。で、×で閉じることもできない。了承しないと次にいけない。1回目がおっぱい揉むやつ。おっぱいのアダルトグッズのおもちゃを揉みながら VR 見てた動画がバンされた。それが2回目。で、1回目は、その恋愛ゲームの実況やってたんやけど、別に映像でエロいシーンとかビエロなシーンすら何もなかったんやけど、俺の実況がただ卑猥すぎて声だけでバン。えぐない？いやもうバンされたから俺わからないんやけど、俺どんな実況してて、喋りだけでバンだよ。そんなことある？喋りだけでバン。だから2回かな、動画バン食らったのは。広告制限で動画削除が250ぐらい。私が出会った頃はかなりまろやかになってからなんだって。まあ、いつからかわからんけど、でも、ケッツンになったらだいぶまろやかだと思う。ケツゲじゃなくて。俺もともとケツゲやけど。ケツゲゲケツ、ケツゲ中級兵、ケツン中級兵、ケッツンやけど、ケッツン中級兵ぐらいからは多分、万人が見れると思う。俺は自信を持って言える。ケツゲはマジで無理だな。俺だってプレイステーション3か4の開封動画で、ダンボールに指マンしてたんだよ。ダンボールに中指と薬指でバコンってぶっ刺して穴開けて指マンしてたんだよ。 PS4 の開封動画とか言って。無理でしょ。いや今考えても俺意味が分からへんもん。なんでそんなことをしてたのか。そう考えたらマジで俺マイルドになったから、みんなが見れる実況者になったよ。やっぱ時間が必要だったんだな。年を取るっていう時間が必要だったんだ俺は。ずっと段ボールに向かって囁いてたんだよ。あれ穴大きくなっちゃったね、へえこんな音出るんだ、言いながら PSO 上げてたんだよ。